おじょうさんが何持ってきてくれたの？皆さんは最後の晩餐、何を召し上げたいですか？私はもう一度、あの父が焼いてくれたな、黒に焦げたお肉を食べたいなって今でもそう思うんですよ。そしてまた治療が終わり、無菌室解除になりました。解除になって向かうところは一つだけです。今度は売店に来ましてね、アイスクリームを買って近くのソファに座って食べていたんです。おいしい、
どんな中は息苦しいだろうなって思って、その場を離れて十分できたら、あなたがあんまりにも美味しそうにアイスクリームを食べてるものだから、どうしてなのかなって聞きたくなった。ごめんね、変なこと聞いて。じゃああなたも治療頑張ってね。